ルトヘルス・ヨハネス・マルティヌス・ルート・ファンニステル・ローイは、オランダ、北ブラバントシュオス出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。オランダ、イングランド、スペインの3つのリーグで、得点王を経験し、UEFA チャンピオンズリーグでも3大会で、得点王となった。また、2002年には、イフズの世界得点王にも選ばれた。 オランダ時代1993年に、オランダのクラブチーム FC デンボスでキャリアをスタート。セントラルミッドフィールダーからセンターフォワードへとコンバートされると、フォワードとして頭角を表し、1996から97シーズンに31試合に出場して12得点を挙げた。その翌シーズンに36万ユーロで SC、ヘイレンフェーンへと移籍。 ヘーレンフェーン加入後、ストライカー起用をしようとした、フォッペでハーンに対して、あなたは間違ってるよ。僕は純粋な MF と抵抗し、前線でチャンスを待ち続けなければならないポジションでのプレイに難色を示していた。しかしでハーンの熱心な指導によって、ストライカーとして成長し、31試合で13得点を上げた。同クラブでのプレイは、その1年のみであった。 1998年に PSV、アイントホーフェンへ、当時のオランダリーグ最高額の遺跡金630万ユーロで移籍、遺跡。遺跡1年目に31得点を記録して得る、ティビジ得点王となり、ヨーロッパ全体でも2番目に多い得点を決めた、選手となった。その活躍から、オランダリーグ最優秀選手に選ばれた。 1999から2000シーズンも勢いは止まらず2年連続でリーグ得点王リーグ最優秀選手となった PSV での活躍が海外からも注目され2000年にマンチェスターユナイテッド FC が獲得に名乗りを上げアレックス・ファーガソン監督はヘイレン・フェーンのトライアウトを受ける息子にすぐにファンニステルローイのサインをもらってきてくれと頼んだとされる また、マンチェスターユナイテッドは PSV に代理人を送り、契約を結んだ。十字人体断裂のため遺跡は先送りとなり、翌2001年に入団。マンチェスターユナイテッド遺跡1年目に、アランシアラーや、ティエリアンリラと並んで、リーグ記録となる8試合連続ゴールを決めるなど23得点を、上げ、プレミアリーグの得点ランクで2位タイにつけた。また、 UEFA チャンピオンズリーグでも10得点を記録し、大会得点王となる。その年、PFA 年間最優秀選手賞にも選ばれた。マンチェスターユナイテッド時代翌年も、UEFA チャンピオンズリーグ得点王、さらに3つのハットトリックを含む25得点で、 プレミアリーグ得点王に輝くなど、オランダのみならず、世界有数のストライカーに成長した。2004年2月7日、エバートン FC 戦では、クラブ通算100得点を達成し、ミルウォールとの FA カップ決勝では PK を含む2ゴールを上げ、タイトル獲得に貢献した。2004から05シーズンは、怪我によりリーグの多くを欠場した。しかし、 UEFA チャンピオンズリーグでは8得点を記録し、3度目の得点王となる。2004年9月16日のオリンピックリオン戦での得点はマンチェスターユナイテッドでのチャンピオンズリーグ29得点目となり、デニスローの有していた欧州大会におけるクラブ最多得点記録28を更新した。2005から06シーズンもゴールを量産し、 最終的に得点ランク2位となる21得点を決めたものの、ウィガン・アスレティック FC とのフットボールリーグカップ決勝などをはじめベンチで過ごすことが増えた。ウェイン・ルーニーを主軸に、ルイ・サハとファンニステル・ローイをチョイスする監督のアレックス・ファーガソンの起用法に反発。また、クロッサーとしてホットラインを築いていたデビッド・ベッカムの移籍後に、 同ポジションに収まったクリスティアーノ・ロナウドとソリが合わなかったことなどもあり、2006年7月27日に移籍金1500万ユーロでレアル・マドリードに移籍した。レアル・マドリード移籍早々のリーグ第2説、レバンテ・ユ d ディ戦でハットトリックの活躍を見せると、2006年11月12日の c a オサスナ戦では前半のみでハットトリックを達成し、 後半にも1点を追加し、計4得点を取るなど、1年目から得点を量産。優勝がかかった、終盤戦でも、31節から37節まで、ウーゴサンチェス以来となる7試合連続ゴールを決めた。これによりチームのリーグ優勝に貢献し、個人としても25得点を挙げ、得点王となった。しかし、2007から08シーズンの後半に負傷した。 再、メディカルスタッフや、プレドラグミアトビッチ SD の精子にもかかわらず、独断で、アメリカで手術を行い、残りのシーズンを不意にした。2008から09シーズンにも負傷をしてしまい、診断のため、アメリカへと渡たった。その結果、右膝半月板の損傷とされ、シーズン中での復帰は絶望とされた。 2009年9月20日のシェレス CD 戦で80分にクリスティアーノ・ロナウドに代わって復帰を果たし89分にはゴールも挙げたがその試合で再び怪我に見舞われてしまい6週間の離脱を余儀なくされた本人はレアル・マドリードで現役生活を終えたいと代理人を通じ語ったがレアル・マドリードが2009年夏の遺跡市場に行った大型補強の結果 出場機会が激減し、2010年1月24日に、レアルマドリードとの契約を解除して、ハンブルガー SV に1年半の契約で移籍した。ハンブルガー SV2010 年2月6日の1、FC ケルン戦で、途中出場し、ブンデスリーガデビューを飾ると、続く同月13日のシュトゥットガルト戦で2得点を、挙げた。3月11日の UEFA。 ヨーロッパリーグラウンド16のアンデル・レイトセンファースト、レグではヨーロッパリーグ初得点を挙げた。2011年冬の遺跡市場でゴンサロイグアインの離脱によって FW の補強が急務になったレアル・マドリードへのレンタルでの復帰が取り沙汰された。ファンにステルローイ自身もこの遺跡には乗り気であり遺跡金の一部を自ら負担する姿勢も見せた。しかし、 ハンブルガー SV 側はこのオファーを拒否した。その影響もあってか、シーズン後半戦はわずかに得点に終わった。2011年6月2日、大型補強を行っていたマラガ CF への移籍を発表。フリーでの1年契約であり、約1年半ぶりのスペイン復帰となった。マラガ2011年10月1日のヘタフェ CF 戦で移籍後初得点を記録した。 2012年5月14日に現役引退を表明した。オランダ代表で練習中のファンに捨てるローイオランダ。代表には1998年11月19日のドイツ戦で代表デビューを果たす。2006ドイツワールドカップメンバーにも選ばれたが、監督のファンバス店の起用法などに不満を持ち、大会終了後には、マルコが、 ベンチにいる間は代表として戦わないとその後の代表招集を拒み続ける。また、ユーロ2008予選で若手 FW の一人だったフンテラールが怪我で出場できない試合があった時にファンバステンから直接出てくれないかと電話があったがファンにステルローイは断った。フンテラールの代役という形が嫌だったらしい。その後、ファンバステンと和解し、 2007年8月22日のスイスとの親善試合からオランダ代表に復帰している。2008年8月5日、代表引退を発表した。しかし、2010南アフリカワールドカップに出てほしいというのなら、ノーとは言えないと代表復帰を匂わす発言をしている。また、ハンツキータの負傷により離脱している間には、代表チームから招集されて、W 杯で、 プレーできるように戦いたいと語った。2010南アフリカワールドカップは代表選考から漏れ出場できなかった。2010年8月30日にロビン・ファンペル氏の負傷により代役として2年ぶりに代表に招集された。9月3日のユーロ2012予選の3割の戦で途中出場し2年ぶりの得点も上げた。 2014年3月28日、2014FIFA ワールドカップ後に、オランダ代表監督に就任するフース・ヒディンクのアシスタントコーチに就任することが決定した。2015年6月29日にヒディンクが退任し、後任にダニー・ブリントが監督に就任しても、引き続きコーチ職に留任している。2016年2月3日、 2016から17シーズンからフルス PSV の株組織のコーチ職に就任することが発表された。2019年12月17日、オランダサッカー協会はファンニステルローイのオランダ代表のアシスタントコーチ再任を発表した。PSV の株組織の監督との兼任となる。レアルマドリード時代。ありがとうございます。